こんにちは。お元気ですかいぶせです。いやー、あの、11月22日ってね、ちょうど60年前、1963年ですよ。ダラスで、ケネディ大統領が行った日なんですよね。そして、その息子さんは、飛行機事故なんですよね。でもね、でも、ケネディ・ジュニアは生きていると、いぶせは思います。あなたはどう思いますかアメリカは乗っ取られております。そして、日本も乗っ取られている。 ね。今回はね、国会議員、日本の国会議員の帰還問題。これについてね、ちょっとだけお話ししたいと思います。次の選挙でね、これをね、全部公開してくれる人がいたらいいなぁ、なんて思っておりますけれども、いかがでしょうか。それでは早速、行ってみましょうね。 その前にですね、宇宙人のお話、これはね、何度も言っておりますけれどもね、21世紀の神話だと捉えていただければと思います。今、銀河連合が悪い宇宙人を地球から追い出してくれました。悪い宇宙人に乗っ取られてたんですね。で、その悪い宇宙人にあ操られていた人間が今、取り残されて凶暴化し、自滅の道をたどっております。 ね。しかも、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 しかもですよ。銀河連合と連携した地球アライアンス。トラさんとかね、ホワイトハット軍ですよ。その人たちがそれらと戦っております。もうほぼ完了したっていう話もあります。ね。まあ、とにかくね、銀河連合は何度も言っておりますけども、地球人に魂の目覚めを求めています。魂に目覚めよ。 魂がノーということは声を出してノーと言いましょう。魂が喜ぶことをやりましょう。そのためにね、いろんなことが起きているわけです。それでは本題に入っていきたいと思います。百田新党、日本保守党ですよね。あれの、あの政党のですね、えー、法律顧問になったというこの北村弁護士なんですけど、この北村,北村弁護士がですね、一番問題だとしているのがこの 日本の国会議員の帰化問題です。ね。帰化した議員がいっぱいいるって言うんですよ。ね。日本に帰化して議員になった人がたくさんいますって北村弁護士言っております。まあ、そのことには何の問題もありません。帰化してるんですから日本人になってる。法律上、国籍が日本人になってるわけですからね。帰化してるわけですから。 ですから、その帰化して日本人になった場合は国会議員に選挙に出ても何の問題もありません。法律上の問題は何もないんですが、北村弁護士が問題だとしているのは、その帰化した履歴を隠して選挙に出ることだと。いうことなんですよ。これは大問題だって言ってます。なぜならば国会議員というのは権力者です。 ね。電話一本で官僚が動いちゃうような、そういう権力者なんですよ。ね。あの、交通違反したら、もう知り合いの弁、ね、あのー、国会議員に電話して、ちょっと電話一本、ね、警察に入れてよ、なんて言って、ね、許してもらったりなんかね、そういうふうなことをしちゃったりなんかする人もいるわけじゃないですか。ね。子供が保健所に入る、ね、保育所か。保健所じゃない、保育所ね。保育所に入れない。 国会議員に電話一本入れてもらって保育所に入ることができましたみたいなことをね、するわけじゃないですか。まあ、これもある意味 DS だよね。<laughs> でもそんな風に議員を、政治家を動かす人もいるわけじゃないですか。ですから、国会議員の帰還問題ってのは重要ですよ。国の行く末を左右する重大な仕事をしている人たちなわけですから。そういう人たちの情報はちゃんとね、 公開しなきゃダメよって北村弁護士言ってます。日本はあまりにも帰還議員が多すぎる帰還したことを隠して当選した先生方は全員元の国籍をオープンにして国民の審判を仰ぐべきだと、まあ、そのように北村弁護士言っております。その通りです。まあ私もねあの友達に帰還した人います。 日本人の名前を付けてるけど本当の名前は、まあ、リーさんとかキムさんとかねいう友達いますいや本当いい人ですよものすごくいい人ですでもねそれ隠す必要ないじゃんまあ昔はねすごい差別があったから日本人のふりしなきゃいけないかった時代があったと思いますけど もう今はそういうことで差別をしたりなんかするような時代じゃないですから、ちゃんと自分の本当の名前を出してで、それで生活すればいいじゃないですかね。私はそう思うんですけどね。で、えー、国籍がね、日本人だから日本人だろうという単純じゃ、単純な問題じゃないと、いぶせ思うわけですよ。 両親が日本人で日本で生まれ育った人。まあ、これは明らかに法律上日本人です。国籍も日本人ですよね。でも、日本を破壊しようと考えている人は日本の国会議員になっちゃいけないと思います。もうそういう人はね、もう日本人と呼んじゃいけないと思います。私。ね。で、こちら。日本保守党の ね石浜投手がこんなことを言ってますまあちなみにね石山さんの方が先に日本保守党という名前をね名乗って決闘したんですけどね、まあ、ちょっとこの人の言い分この人の主張石山さんの主張ちょっとだけでいいんでねちょっと聞いてみていただければと思いますこちらです今回私が言ってるのは今の政治やの人たち全部やめていただきたいう,うん みんな自分の祖国に帰っていいたただきたい、うん、朝鮮半島に、うんうん、アメリカが好きな人は朝鮮アメリカに行ってください中国人は中国帰れといろんないい人がいますよ周りにそれが命令いかがですかまあとにかくね生まれがどこであろうと次の3つの条件を満たした人のことを日本人とイブセは定義します1つ目は日本語を話すこ,とこの日本語の言葉これ大事ですほんとそう 日本語を絶対に残さなければいけません。1000年、2000、3000年前、あの後まで。もう未来、英語と日本語は残さなければいけません。そして二つ目、日本の伝統と文化を愛する人です。これ愛する気持ちがないやつはもう日本人じゃない。私はそう思いますね。あと三つ目、天皇を意識している人のこと。 やっぱり日本人は天皇のもとに一つにまとまって一つの家族のようにね生きていくこれ大事だと思うんですよねあなたはどう思いますかいかがだったでしょうか人生地,地球はね日本人が一つにまとまらないようにもういろんな手を打ってきました。 っ,て言ったわけですよ公民館を真っ先に作ったのもそうなんですけどねその結果神社や天皇から日本人が引き離されてししままいましたそして罪悪感を持つ卑屈なシープルになるような教育がなされたんですそのことを私たち日本人は忘れてはなりません日本人を再教育する必要があるといぶせは思います以上今回はここまで いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくです。私のサブチャンネル、沖縄大好きチャンネルの方もの登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。